さて、どんな感じかな。ちゃんと声聞こえんのかな、これな。ちょっと、どうなのかな。チェックしたい感じ。聞こえるか？聞こえますか？大丈夫かな？大丈夫みたいね。よし。前回はなんか仕事を回してもらっている。以前所属していた弁護士事務所に行って、また仕事そうなんいかないや、ですかっ天下て。一通りのコンビニ、分かっ限たよ、定どもらの焼きど買らうんで焼きしょ。があったぞ。箱入りのやつ。知っえ？てます。源田先生、筋金入りの和菓子派だったろ。なるほど。じゃあ手土産はそれだ。前回そう言っとったよ。天下一通りのコンビニってもしかしてポッポでしょうか？めっちゃ懐かしい。ていうか、ここどこ？これどうやってマップ見んの？外出ないとマップ見れないのかな？ここはどこですか？あ！どこ？おー！ここ、真ん中なんだ。天下一通りに行かないと。あ、ごめんね。こっちでいいんだよね、天下一通り。あ、反対側行ってる。こっちやん。こっちだ。ここが自分の事務所ね。いいんだよね。方向感覚も一緒。たまには旦那と飲みに行ってみようかしら。そんなことつぶやいて歩いてる人いません。あー、カラオケ屋があって、富士そば。今回もあれですな。タイアップというか 毎回ね、じゃあ今回もあれかな、いろんなお店で。ご飯食べるっていうあれやるのかな。お、公園懐かしい。やべえのいそう。だがしかし、何？チラリーンって。いいんだよね。ポッポですね。懐かしいっすね、ポッポ。はいはい。こんにちは。お、インターナショナル。どら焼きの詰め合わせをください。どうすんの？購入する。はい、ありがとうございました。どういたしまして、ありがとうございます。こちらこそ。お土産はこれでいいだろう。源田先生のところに行くか。で、源田先生とこどっ、あ、ちょっと外に出ないとマップ出ないのめんどくさ。ん？待てほこら、ら、始まった。兄ちゃん。おめえ、今、どら焼き買ったな。だが、そいつは置いてけ。なんでよ。は？なんで？ありゃ、最後の一個だったんだよ。俺らが食いてえ瞬間に買ったおめえが悪い。どんだけどら焼き好きなんでだ、おす前。よね、兄貴たち。おお、いい感じに頭湧いてんな。だとこら！今時こんなのいるのかよ。壁に向かってバツダッシュすることで壁を蹴飛び上がる三角飛び。もうめんどくさいわ。これやんなきゃいけないですか？
これやんなきゃ、え？能力強化。めんどくさ。これやんなきゃいけないの？やるよ、もう。三角飛びね。あんまり関係なかったな。三角跳びあんまいんなくない？この野郎まだやんのか？おう、何やってんだターボ。ターボ、お、ピエール・タキアン。ハムラの頭。お、登場会見、松金組若頭。ハムラ恭平。ほう。頭。兄弟分なの？まさか。まさかね。ターボがチンピラ相手に喧嘩売るわけねえもんな。ターボ。となると。お前ら誰に手出したか分かってんのか？誰？いや、こいつはうちの親父にとっちゃ息子当然なんだよ。そうなの？俺の言ってること分かるか？いや、よしてくださいよ、そういうのいいんで。よかはね。おお、こういうのやる。松金組のメンツの問題なんでな。松金組なのね。すいませんでした。どら焼き1個でこんなことされて、明日からもうカムロ町来れないじゃない、この子。ケンゴ、お前まだターボに会ったことなかったな。顔を覚えとけ。探偵の矢神さんだ。はい、よろしくお願いします。やべえ、なんかちょっと漂う新事集。親父が学費の面倒を見て弁護士にしたんだがよ。へえ。腕が良すぎてマジモンの殺人鬼まで無罪にしちまったんだ。マジっすか。うん、有能ですな。すごいっすね。すごい優秀だろ。まったくこんなとこにいちゃもったいねえ。ところがな、その殺人鬼はシャバに出てきた途端、今度は自分の恋人ぶっ殺しちまったんだよ。うん、いい感じにいっちゃってんな。マジっすか。結局それで死刑よ。そういや、あいつもう吊るされたか？執行はまだです。早く済ませりゃお前もすっきりするのにな。あ、これ例の探偵から取り立てた金です。もううちの取り分は引いてあるんで、あとどうぞ。おう、板についてきたじゃねえか、取り立てや。おかげさまで。カイトのやつは元気か？ええ。なら一つ聞いといてくれや。うちを破門にされたもんがいつまでこの町にいるんだってよ。破門にされたの？お前の親父のお気に入りでいるうちは多めに見ててやる。松金のおやさん、お元気ですか？素人が余計な首突っ込むんじゃねえよ。子供同然じゃなかったの？いいですね、いい感じにつじつまが合ってなくていいですね。あ、こんばんは、もんじきさん。そうなの、びっくりでしょ。え、どっち？ピエール？さて、源田先生のとこってどこかしら。源田先生の事務所、あ、これね、これそうだね、児童公園の横ね。へえ、あ、そうですか。やだな、もうだってこの辺歩いてるとろくなことがない。はあ、エンカウントバトル、街中には難癖をつけて喧嘩を売ってくるチンピラたちがいます。滝のじゃ、滝の方じゃない、あ、滝の横にいた、あの、あれですか、手下系の兄貴って言ってた方。
無視することもできますが、懲らしめることで SP やアイテムなどの報酬を獲得することができます。戦闘に時間がかかると警察が駆けつけるので、無駄なトラブルを避けるために早くその場から逃げましょう。はあ、バトルは避けられないのか。飲食について、食事をして体力回復。はいはいはい。あ、お店のスタッフと交流を。特別のメニュー。どうしました、もちきさん。どうしました。酔いの効果について。あー、 X ゲージが溜まりやすくなります。はー、それ以上スキルを、うん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 。あれがちょっとたまり場、たまり場、住人たちが集まるスポット、たまり場が存在します。たまり場には町のさまざまな情報が集まってきます。はあ、ふてくされてモンハン、モンハン行ってらっしゃい。ありがとう、来てくれて。たまり場の場所をマップ上のアイコンで確認できます。あー、たまり場、へえ。でも体力今んとこ何もゲージ出てないからあるんだろうね、体力がね。あー、しかし目立つね。ねえ、ビちゃん目立つね。キリュウちゃんの時はキリュウちゃんで目立つけどさ、明らかにヤクザって感じだから。木村拓哉先生、なんだここ、ここ何年かもう新宿のこんなとこ行ってないから知らないけど、ビアガーデンなんかできたの。へえ、ワイルドジャクソンで飯食ったら店長がテンパりながら話しかけてしょうもな。そういえばなんか、元登場会の薬剤屋さんだった海藤さんは破門にされたって言って、何をしたんだろうな。あ、ごめんなさい。破門か。なんか組に迷惑をかけるようなことがあったんですかね。だって、どうなん、え？何？あれ？ここだっけ？あ、ここだね。だってこう言っちゃなんだけど、あのヤクザが組み抜けるって大変なことなんじゃない？ものすごいお金かかるんじゃない？あ、でも抜けたんじゃないのか、破門だからゼロなのかな。源田法律事務所、あのレトロな感じの、長塾っていうガールズバーがあるとこでしょ。よ、沙織ちゃん、これどら焼きね、限定もんだって。源田法律事務所は俺の古巣だ。3年前に辞めて以来顔ぶれは少し変わった。どうも、矢上さん。星野君、どう、ここはもう慣れた？皆さんよくしてくれるんで。優秀なんだろう。司法試験でもトップクラスだったって。もっと大きな事務所でも行けたろう。いや、なんてこと言うんですか。聞こえてるぞ、矢上。源田先生、どうも。俺には生みの親を入れて親父と呼べる人が3人いる。この源田先生もその一人。ほう。俺が弁護士になる前からこの事務所で働かせてくれた。新谷先生はどちらに？研修ですかね。研修でこういうとこ行くかね。ちょうどよかったじゃないか。顔合わせずに済んで。ねえ。お互い嫌いだろ。お前らどっちも相手をバカだと思ってるからよ。まさか尊敬する兄弟子ですよ。それをバカにするなんて。うちの仕事が欲しければあいつともうまくやれよ。
お前はもっと先輩に敬意を払ってだな。あ、源田先生、どら焼きどうです？先生なら絶対気に入ると思ってる。あ、あれ全部言っちゃった。半分なら残ってます。源田から仕事をもらう。源田先生、仕事をください。なんか仕事ありませんか、源田先生。仕事な。そもそもお前いつまで探偵なんか続けんだ、こんな危なっかしい町で。平和な町じゃ仕事になりませんよ、探偵は。借金の取り立てが探偵の仕事か。まあ仕事がないよりはいいかと。そりゃ探偵じゃねえだろ、何でもやだ。もともとそんな感じで始めた家業ですから、俺の場合。なあ八神。はい。お前もう弁護士に戻る気はねえのか。ありませんね。戻る。どうしてもかよ。見てください、俺のこの目。うん？こいつは人が善人か悪人かまるで見分けられないんですよ。そんなやつに弁護士なんて任せちゃダメです。3年前の件なら、あれはお前のせいじゃねえぞ。うんうん、あれはお前が優秀な弁護士だからこそ起きた事故だ。事故だとしても俺はあんなの二度とごめんなんですよ。真面目やな。仕事ないですか先生。暇にしてるとあの日のこと思い出すんです。エミちゃんの遺体が目に浮かんで、だから何でもいいんで、ずっと忙しくしてたいんです。自称気味だな。離婚裁判の証拠集めは例によってラブを張り込んで証拠写真を撮影、それから尾行とゴミ漁りだ。やるか。いいですね。もちろん喜んで。お手上げだな。後で資料送っとく。次来るときは手土産いらねえぞ。金が余ってしょうがないって時だけ持ってきてくれ。了解です。さて、ん？源田法律事務所です。え？ええ、います。わかりました。なんで沙織さんはいつも電話番すんの？新谷先生から。弁護士なのに。裁判の証拠集めを頼みたいそうです。殺人事件の。殺しの？なんだよ、うちにそんな案件あったか。いえ、私も今初めて聞きました。八神、さっきの離婚裁判は忘れていい。新谷を手伝ってやってくれ。殺しの弁護なんざうちも3年ぶりだ。新谷先生、太平通りのバーにいるそうです。すぐ来てほしいと。太平通りのバーってテンダー？そうです、バーテンダー。ダッサねえ、みちゃん、バーテンダーですか。やめて、そういうのどうかな。ダジャレって。さてと、バーテンダーはどこですか。ここ？バーテンダー。ん？そうですね。駒劇場のとこ通って、駒劇場ってないんだろうけど。左ね。リンプさん
ねえ、ダッサ。このネーミングが昔からちょっとどうなのっていう。バッカスはまだ良かったです。あの竜が如く1からあるあのバッカスは良かったです。だがしかしバーテンダーってしかしね、この人は何をこんなに傷ついてるわけっていうか、その分からなくはないですよ。自分が弁護してね、殺人じゃない、殺人犯じゃないって信じて弁護した人が、ね、また恋人を殺して死刑判決出ちゃったっていうのは、それは傷つくかもしれないですけど、この人の仕事はその人を弁護してなるべく無罪に近い形にすることであって、その人を検察じゃないですからね。その追い込むことが仕事じゃないでしょ。弁護をすること、できればもう無罪も勝ち取ってあげられればね、それがあのもちろんまあ正しいとかそういうあれもあるでしょうけども、仕事を全うしたっていうことだから、傷つく方がおかしいと思うんだよね。むしろ何をナイーブになってんだって。もちろんなんかすごい信じちゃったかもしんないし、信じて間違いじゃないっていう設定になるんだろうけどさ、でももし本当に殺人犯じゃない、何かの間違いだと思うんだったら、それを証明してやればいいんであって、まあそれもあって探偵やってんのかね。さあここですよね、きっと。チンジリーン、来ました。バーテンダーは20年前、俺がカムロ町で初めてバイトしてた店だ。マスターはその頃から老けてたのか、今もあまり変わってない。老け顔呼ばわり。ターボか、奥に新谷先生来てるよ。そうね、真面目すぎるとそうなっちゃうのかもしれないですね。ある程度距離感大事ですからね。あんま飲みすぎんなよ、マリネ。マリネ、あの人ターボの連れなの？仕事相手、今日のクライアント。うちの仕事が欲しけりゃもっと早く来い。遅すぎんぞ。急な呼び出しに遅刻もないだろう。妙な先輩風はよしてくれ。一杯飲ませてもらいます。俺の金でか？いや、源田事務所の交際費ってこと。登場会の松金組若頭、羽村教員、羽村の兄貴、お前はよく知ってるな。今日もさっき会ったよ。羽村の頭が依頼人。ああ、逮捕された。ほら、殺人と死体遺棄でな。ほら、マジで。マジだよ。で、松金組からうちに弁護の依頼が来ちまったんだ。ほう。まあ、松金の組長は裁判ごとじゃずっと源田先生を頼りにしてきたからな。でも今回はなんであんたが。源田先生が俺の名刺渡してたらしくてよ。たく、なんで俺がヤクザの弁護なんて。おらららららら、ご首相様、これからカムロ署で羽村に接見する。お前も一緒に来い。俺と違ってヤクザには慣れてんだろ。かもね。接見の前に事件の大筋を共有しておく。まず被害者は関西協力会のヤクザだ。関西協力会。1週間前、神室町のゴミ捨て場で死んでいるのを見つかった。目がえぐられてたって言われな。ああ、死体の目がえぐられてたって例の事件だ。警察は羽村をその犯人と見ている。へえ。でかい事件だな。今までに目をえぐられたヤクザは3人。同一犯の連続殺人なら相当注目されるはずだったんだがや。ん？初めの2件は羽村にアリバイがあった。で、警察は3件目についてだけ羽村を犯人と言ってんだ。連続殺人じゃないと。ああ、
3人死んでて全部未解決じゃ警察もカッコつかねえ。だから多少強引だろうが今回のだけでも片付ける気なんだろう。ちょっと強引すぎないそれ。被害者はヤクザだ。世間もうるさくは言わん。うわぁ、え、何これ、連続正解ボーナス、効率よく情報を聞き出してボーナスを獲得。効率が良くない選択をすると、へえ、あ、そう、はい、実際にハムラを殺せんか。まずは遠慮はいる、確信から、確信から、理由、警察がハムラを逮捕した理由、理由ですよね。警察がハムラを逮捕した理由は、お、理由は2つ。被害者はカムロ町に進出してきた関西ヤクザで、もう何ヶ月も登場会と交渉している。となると十中八九殺したのは登場会系列のヤクザだ、うん、でハムラもその一人。もう一つの理由は、事件当日ハムラは被害者と口論をしていた、うん、事件前に被害者と喧嘩してたからってことか。ハムラの言い分は、ハムラは事件のことなんて言ってんだ。やってないと言ってるそうだ。警察の言いがかりだともな。じゃあ無罪を主張するってことか。実際にハムラが殺したのか。あんたはどう思う。そんなのわからねえし、どっちでもいい。依頼人が無罪を主張するなら俺も法廷でそうする。それが弁護士の仕事ってもんだ。おっしゃる通りですね。もう十分わかったよ。そろそろ店、もうわかったのかよ。これしか選択肢なかったけど。俺は何本か電話かけてから行く。カムロ署までタクシーで行っていい。わかった。いやいや、こういう時歩いて行ってタクシー代浮かせましょうよ。ケースファイルに情報が追加されました。カムロ町眼球くり抜き殺人事件、長、事件の概要説明、2018年12月4日早朝殺人事件と断定。そうだわな、自殺には見えないもんね。事件の背景にはカムロ町をめぐって対立する関西教令会と登場会の抗争があるとみられ、被疑者として逮捕されたのは登場会系松金、どっちだっけ、松金組か、若頭の羽室恭平52。おお、はあ、サイドケースは特になし。はいはい。もう行くのか、タボ。珍しく忙しそうじゃない。まあね。今度お前さんに仕事頼みたいって客がいたんだけどな。あ、いいっすよ。また時間あるときに話そうか。仕事もらえるんなら助かるよ。ならまた手が空いたら来てくれ。いやいや、弁護士を。で、別にいつも一つの事件だけやってるわけじゃないですから、多分ね。靴も案件抱えてる人もいるでしょうよ。おいで、タクシー乗んなきゃいけないの。タクシー乗り場これだね。どこなの、カムロ、ここ何、公園前通りでしょ。あ、タクシー乗れるとこ全部ピコンピコンってついてるだけなのね。こうだからこっちに行けと。だいたいこっちの方はね、治安が悪いんすよね。お、キンメちゃんこんばんは。あれ、この辺って薬、ああったあった、あの桃源郷の前を通っていきます。こっちでいいのかな、いいんだな。作家のなんてかっていう人、チャンピオン街のなんてかってバーにたまにいるんです。
なんとか続き、あ、いいのか、タクシー乗らなきゃいけないんだよね。なんかあるんちゃう、チャンピオン街、懐かしいね。とりあえず石鹸ですな。乗ります。カムロ署の面会所です。それでは出発いたします。兄貴よ、今夜はよく会うな、ターボ。笑ってもいいんだぜ、羽村さん。源田法律事務所の新谷です。組の方からご依頼を受けまして。おお、頼りにしてるぜ、新谷先生。まあ俺らも仲良くやりましょうや、うちの親父と源田先生みてえに。組長と書いて親父です ね。では早速ですが、いろいろ聞かせてください。話の裏取りや調査はこちらの矢上が進めます。そりゃ頼もしいな、よろしくどうぞ。逮捕の理由は殺人ということでしたが、そのお心当たりはあるんでしょうか。あ、お心当たり、実際に頭がやったのかってことです。どうなんです。やってようがなかろうがよ、お前らの仕事は俺をここから出すことだ。違うか。違うね。俺はもしあんたがやったって証拠を見つけたら手を引くのか。いや、それを検察に渡してあんたをムショに送らせます。ふざけんな、てめえは殺人鬼だって無罪にしたんだろうが。おい、八神、それとこれは別ですね。少なくとも大久保新平は無実の可能性が高かった。だから俺も信じることができた。でもその後大久保は恋人を刺して火までつけたじゃないか。ターボ、あん時お前は無罪取るって手柄に目がくらんだんだよ。だから人殺しかもしれねえっていう男を野放しにしただろ。正直に言えよ。違うでしょう。疑わしきは罰せずですよ。なら焼き殺された娘の親にそう言ってみろ。それができねえから逃げたんだろ、弁護士って仕事からよ。事件の話に戻したいんですが、構いませんか。ああ、いいぜ。お前もいいな。分かったよ、続けてくれ。失礼しました。では、まず被害者は教令会組員で、名前は久米敏郎、年齢は34。12月4日の早朝6時、ゴミ捨て場に死体があると110番通報がありました、事件前に頭は被害者と揉めてたそうですね。ああ、警察は何か言ってませんでしたか。他にも頭を逮捕するだけの証拠があるとか。そんなもん俺にわかるわけねえだろう。なあ、新谷先生。ええ。ただ、あいあいさんこんばんは。さっきはお疲れ様でした。弁護士にも開示されません。起訴前は羽村さんの話だけが我々の頼りでして。そうかよ。それじゃあ八神、お前から羽村さんに聞いておきたいことは。被害者について。被害者の身元は確か久米敏郎、34歳、教令会の下っ端だ。久米はカムロ町に一人でいたんですか。
構想中の関西ヤクザが敵地で一人きりってことは。ああ、もう一人連れがいた。野郎の兄貴分だろうが、名前は知らねえ。凶霊界の人間は合わせて二人か。こっちは俺を入れて松金組が五人いた。ほら、被害者の久米とはどこで揉めてたんです？すっぽん通りに。ヤイさん、ありがとうございます。その店先だ。アムール、すっぽん通り。俺は組の若いもんを連れてた。その時に凶霊界と睨み合いになってよ。あ、そいつが久米って野郎だった。喧嘩ふっかけたのは頭の方から。ああ、関西の下っ端にでかい顔されたんじゃメンツが立たねえ。それに俺もまあまあ酒が入ってた。それは何時頃です？9時過ぎだ。久米と睨み合いになった後はそれで終わりですか？いや、野郎が逃げようとしたのを捕まえてよ、アムールの中に引きずり込んだ。は？いや、口論って聞いてましたけど。じゃあ、羽村さんは大勢で被害者を拉致した？ああ、アムールはうちの組でケツ持ちやってる店だ。で、中にいた客は全部返してよ、しばらく久米に焼き入れてた。いや、ただ殺しちゃいねえ。その後やつは裏口から叩き出してやった。俺もそのまま店を出た。12時よりは少し前だ。なるほど。3時間ぐらい焼き入れてた。被害者はあんたらに無理やり拉致され、朝には目をえぐられてた。俺が警察でも頭を逮捕しますね。いらんこと言わんでいいよ。頭のアリバイはどうなんです？まず被害者の死亡推定時刻は深夜2時から3時の間らしいな。その頃どこにいたって。取り調べでしつこく聞かれた。実際どこにいたんです？サウナだ。あら、カムロ町のサウナ御殿。朝までずっとな。ただしそれを裏付ける証拠証言はなしですよね。あれば今頃逮捕されてない。そういうことだ。ふざけた話だがよ。受付は？警察でこの事件担当してるのはなんて刑事です？カムロ署組対の黒岩だ。新谷先生なら知ってんじゃねえか？ええ、敏腕というより剛腕って評判の刑事です。前にあった凶霊界の殺しも担当してたはずで。ヤクザをヘとも思ってねえ。気に食わねえデカだ。だんだん新谷先生の方が常識人に見えてきたんだけど。今聞けることは大体聞けた。わかった、よし。これって何回も同じ質問できんのかな。そうすると別の答えが返ってくるとか、そういうことあんのかな。なんかもっと詳しく言うとか。お、八神、お前はこの後サウナ御殿に行ってくれ。なんでサングラスしてんの？羽村のアリバイを確かめろ。了解。もしアリバイが証明できりゃ裁判するまでもねえんだがな。明日報告してもらうぞ。こっちから連絡する。なんか様子がおかしいね、新谷先生ね。そんなことない？人間が丸くなったのかなんか知らんけど、なんかおかしい気が。ここだよね、サウナね。どうしようかな。こっちから行ってみるか。ちょっと品揃え見よっか。ドンキドンキ、何売ってるのかな。いらっしゃいませ。おお、やっぱここはタフネスをちょっと買っといた方がいいのでは。あ、キャットフードだー。っていうことはまたあれですね、野良猫にご飯あげるあれがあるんですね。きっとでも
何味っていう指定がきっと来るはずだから今は買わないで。お、オリオンドラフトじゃん。マジで買います。オリ生が好きなんですよ。生じゃないけど、まあドラフトをね。タフネス Z は買っていこう。2つぐらい買っとこう。あんまりお金ないからな。でもご飯もちょっと買いたいけど、ここでは買わないで。購入します。ありがとうございました。よし。なんか食べ物も本当は買っといた方がいいんだよね。買えるところがあれば買うか。B が実際にあるよね、確かこのレストラン。だいたい実際にあるとこが多かった気がする。これは竜が如くシリーズしたくなる。そうでしょ、そうでしょ。極みで、極みっていうか、まあ、竜が如くゼロから行った方が、いや、ゼロから行くなら維新からお、ん？ここはコンビニだよね。食べ物買っとこう。品揃えもね。いらっしゃいませ。こんばんは。お？へえ。タフ、あ、タウリナあるじゃん。高っ！タウリナ高っ！どうしようかな。卵ツナサンドと肉まん買います。ありがとうございました。よし、でサウナ御殿どこだっけ。もうちょい先か。次を、ああどうしてダッシュしてるの。次を左、串カツ殿かな。へえ。みんな彼氏いるのになんで私だけ一人なの。ナンパする。あ、ダメだ。あ、はい。お、カツアゲしてんの、弁護士なのに。竜が如く3と4はした。あ、本当ですか。その先も行きましょうよ。3と4は何だっけ。3が沖縄で4が福岡だっけ。あれ、前はここのところにペットカフェが、あ、あるじゃん。ネットカフェ、あ、ネットカフェじゃない、ここにペットのあれがあるんだよな。今もあるのかな。とりあえずサウナ御殿の前に猫カフェをチェックしたいです。ここは猫カフェで、ここにこんばんはっていうね。あー、いるー、エビちゃんだー。あららららら、あららら、いやー、かわいい。これさ、座れないの。座るとお膝に乗ってくるじゃないの。え、ちょっと、あれ、まだ何もできないの。なんかイベントやんないときっと猫カフェでゆっくり遊べないんだろうな。あら、かわいい、寝てんの。そう、なんか早くイベントやらないと猫カフェで遊べない。しかしな、アイアイさんも竜が如くをやるんですね。キンメちゃんもね、 5ぐらいまでやったのか。キンメちゃんもみんな竜が如くやってるやんね。あと、あ、あー、あれ
あれって PS3 かなんかじゃなかったっけ。サウナ御殿、あ、ここだ。上かな。あ、上じゃないの。そう、猫カフェ最高なの。ここなんか人いるな。どうも、サウナの人ですか。はい、いらっしゃい、どうぞ。いや、客じゃないんですけど、少し話せます。ん、何。この間ヤクザが殺された事件のことで、死体の目が抜かれていたってやつ。ああ、刑事が聞き込みに来たよ。事件の時、犯人がうちに来てなかったかって。あんた何、記者かなんか。まあ似たようなもんです。それで松金組の若頭で羽村って言います。事件の日、彼こちらに来てませんでした。警察にも言ったんだけどね、あの夜受付は俺がやってたんだよ。まあでもどんな客が来たかなんて覚えてないね。警察が来て犯人が来なかったかって聞いてきたっておかしいよね。だって犯人誰か分かんないのにさ、犯人来なかったかっておかしいよね。どういう人が来ましたかでしょ。このおじさん、頭の顔覚えてる。いや、客商売の人は意外に覚えてるはずだ。このおじさんは私が思うに軽く嘘をついている。客の出入りが多いんですか。終電まではね。うちはさ、始発まで時間潰しに来る客ばっかなの。そうすると夜中は入店の客だけ。帰る人はまずいないのね。あの晩もそう。なるほど。じゃあ夜来た客はみんな始発までいたと。つまり羽村の入店さえ確認できればそれがアリバイになる。そうそう、警察もそんな風に言ってたよ。羽村がサウナに入ったっていう証拠がね。ということはこの辺りのカメラとかそういうのかな。一つも出てきてないって話だった。店の中に防犯カメラはないんですか。客の出入りをチェックするような。あるけど、うちは3日で録画消しちゃうんだよ、自動的に。だから警察来た時にはもう消えちゃっててね。そうですか、わかりました。忙しいところ。ああ、私の推理を楽しまいし。この辺の人に聞き込みしなきゃいけないの。この姉ちゃんか。ねえ、いつもここに立ってんですよね。12月3日の夜、サウナ御殿に入っていく客とか見てません。ほんとね。わかんない、やだ、超ウケる。話し方が違うな、間違ってるな。普通のところから話をして、どうしてんの、いつもここにいるのって、もっとリラックスして話をさして、徐々に12月3日の夜に持っていかないと。ダメですね。こんなんだからダメなんすよ。本当に君は弁護士か。あ、少しいいですか。12月3日の夜、サウナ御殿に。あ、バカですね、この人。なんだいそりゃ。そんな昔のことを覚えてるわけねえだろ。昔、仕事の邪魔だよ。行った行った。周りの人に聞き込み。どっかに人がいるのかな。お、いるね。ちょっとすいません、12月3日の夜サウナ御殿へ入っていったっていうヤクザがいるんですけど、何か見てたりしないかな。この羽村って男なんだけど。さあ、知らない人だね。この町はヤクザいっぱいいるから。でも3日の夜ヤクザっていうと、なんかこの辺でホストが顔殴られたとか騒いでたな。ホスト、カズキか。
大した怪我じゃなかったみたいだけど、12時とかもう少し遅い時間だったかな。事件の夜、ホストを殴ったヤクザがいた。ただ俺が見た時にはもうヤクザいなくなってたし、ホストも少し騒いですぐ消えちゃった。どう、今の話なんか役に立ちそう？そのホストがどこの誰とかは分からない。分かんない、だってホストってみんな似たような顔してるじゃん。今そいつの顔見ても多分思い出せないかな。他にそのことを知ってる人は？さあね、掘り下げようがない。いや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 、ホストクラブ一つ一つ足で上がる、当たっていこうよ。ありがとう、ご協力どうも。この人本当に探偵なの？今日はこんなところだ、事務所に戻ってやる。マジでこれだけしかやってないのにもう帰んの？バカなの？ホストクラブでしょう。この近辺ってことはこの辺りにあるホストクラブの人じゃないの？そうじゃないとしてもホストってほら顔がね、顔がいいのとは言わないけど大事だからさ、そんなんがあったっつったら話題になるでしょう。他のホストクラブ行って聞いてみなさいよ。どうした？ただの酔っ払い？さて、歌堀がいるはずのビルはどこだ？この辺のはずだ。ここの地下に歌堀が。あれ？入れない入れないですね。歌堀ないんか。お？ここを上がれるのか？ちょっと上がらして。どうやって上がるの？おお、シュ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 。これタバコ吸えるとこでしょ？ここ喫煙所で確か。なんか降りられたりするんだよね、別のとこね。ここは何ですか？あ、ここはあれだ、ツッコミが咲いてる好きあれだ、猫カフェ、猫カフェのビルじゃなかった？ここ、伊勢谷トレーディングカンパニー、貿易会社ね。猫カフェがあるんです。でもイベントがないと入れないっぽい。くぅ、ネットカフェだってそうでしょ。どうせイベントがないと行ってもしょうがないでしょ。これさ、八神探偵事務所に戻らなきゃダメなの？もうちょっと聞き込みしたいんだけど。ホストクラブないかな？ホストクラブはピンク通りとか。ピンク通りはキャバクラか？バーテンダー。ほんとセンスねえわ。なんだろう？ドローンレース。喫茶ミジョーレ、スマイルバーガー、富士そば、アルプス。これ買い物できるとこでしょ？ちょっとチャンピオン街行ってみる？アテンシ。お、シェラックあんじゃん、まだ。ママキン、あーい、イッチー、こんばんは。チャンピオン街行ってみようじゃん。サウナ御殿入りたいな。私の奴隷なりの女王の館なんかこの写真、長塾、ガールズバー長塾と一緒じゃない？足長くない？ね、木村拓哉ってもうちょっと短い、足短いイメージなんだけどね。足が短いっていうよりその頭が大きいっていうか。別にディスってないですよ、ディスってはいませんが。ゲロリアーズ、スキップビデオ鑑賞。お、これは中華料理かな？入れないのかな？お腹す、おお、何してんの？
無料案内。2000ポッキリとか、ロックサービス。ああ、はいはい。桃源郷、このマスクしてる、メガネしてるおっさんは何なの？さっき私にファイティングポーズ撮ってたのあのおっさんかな。さあ、チャンピオン街。懐かしのチャンピオン街行きます。挑発になると頭が大きく見えちゃうから。うんうん。まあでも、頭が大きかろうがなんだろうが、木村拓哉は実際かっこいいと思うよ。かっこいいとは思うけれどもだな。ああ、もうこういう焚き火があるとちょっと温まっていかなきゃって思っちゃうのは私がサバイバル中毒だからですか。さっき8000円巻き上げたからちょっとぐらいお酒飲んでもいいんじゃないかなっていう。ボブさんち長瀬がタイプあ、そう？イッチーのタイプって意外ね。長瀬か。これシュラック行くべきなのか。シュラックじゃない、シェラックか。ちょっと行ってみよう。ひなげし、うわー、おお、なんかいかにも喧嘩する感じの。あ、しようか。はい。ったく、時間食っちゃったよ。はい、シェラック。いらっしゃいませ。ああ。お、ブッシュミルズいいかもな。私竹鶴って飲んだことないんだけど美味しいのかな。これもないな。朝日スーパードライ、日課カフェ、え、日課カフェウォッカ、へえ、カフェジン、キンクロ、なんだろう、ビール、カミュ、ボルドリー XO、 おー、なんだ、さつまいも、焼酎か。おいで、日課ブランデー、おー、ポンシュ、焼酎、シャンパンブラックシャンパンロゼゴールド、わあ、高っ。どうしよっかな。ブッシュミルズかな。さ、え、もう飲んだの？早っ。ありがとうございました。もう一杯いかがですかとかそういうあれはないの？あ、そう。懐かしいなぁ、シェラック。しょうがないなぁ。1時間。だから探偵事務所に戻って休んで今日のところは終わりにするかと思ってるんだけど、この沖縄的音楽は懐かしいですね。もう一軒バーあったよね。右に行ったところ阿天使あった。阿天使、阿天使ってここさ、岡間バーじゃなかったかしら。ゲイバーか。いらっしゃいませ。品ぞろえあんま変わんないな。いい、いやー、ちょっと
と結構しますね。ちょっとやめようかな。ありがとうございました。あら、帰っちゃうの？また来てね。ちょっと待って、このポスター気になるわ。男の良さ、何これ、し、男の良さしぐれ、雨はし流し、よくわかんないね。ストラベリーリード、涙したい夜に、ひさめ恋模様、イノシカチョウコ何その花札的な名前イノシカチョウコ、イノシカチョウコのあれサインあるじゃん。あ、いいですね。アテンシ時々来ようかな。さて、事務所ここでしょ。占領通りから行くか。あ、ラビさん、こんばんは。いやー、お懐かしいですね。大女優恋煩い、いいですね。この昭和なネーミングいいですね。恋煩い、大女優そうですか、そうですか。お散歩して帰らないとね。おお、ここは殴ってこいやがいるところじゃないの？殴られやみたいな。まだイベントがきっと発生してないんだな。誰もいないもんね。車か。車乗れるのかな、今回は。乗れないか。なんかすごい、薬剤さんが乗ってそうな車だな。そんなこと言ったら失礼か。ほら、龍が如くプレイ中。おー、本当ですか？龍が如くの、なんだ、7かな？春日一番のやつ？桐生ちゃんがいないっていう。殴られ屋の男がコンビニでエロ本買ってたぜ。あ、じゃあコンビニ行けば、殴られ屋が。変なニートがいて飲みたいけど、すっげつ。あ、7ね、やっぱりね。ああいう噂話を聞いてから行かないとイベントが発生しないんだね。なるほど。前はここのところに、あー入れないんだ。ここの細い道のところにさ、公衆電話があって、そこでセーブとかできたような気がするんですけどね。あ、ここじゃないか。龍が如く7。面白い？龍が如く7、結局あれも反社会的勢力というかそちら系の方々のお話でしょ。私はね、桐生ちゃんで遊びたいんですよ、本当は。このバーは、あ、バンタムにバッカスでしょ。アイリッシュパブだったっけ、バンタムとかバッカスって。へえ、そっか。ペールエールとか飲めんのかな。おお、このさっきからさ、メガネとマスクでうろちょろしてるお兄ちゃんは何なの。今から近江連合のやんちゃさんに勝ち込み近江連合のやんちゃ誰だ。近江連合だとゴーダなんちゃらはもうお亡くなりになってるのか。
いろいろあれだね、噂話聞いたりしてイベントをこう自分で発生させないとダメなんだね。アテンシってそのニートと変な対決しないと多分そういうのが。あ、寿司三昧。あー、こういうとこ食うとお腹空いてきちゃうな。カムロ町タワー、マジが、マジマ建設が建てたとこでしょう。ラビさん勝ち込み頑張ってがっつりやっちゃってください。フリージアフランチャイズ、若い頃幸子と東京観光してた頃を思い出す。へえ、しつこいキャッチだぜ。俺は尻肌。えっ、白さんでは、白さんどこ、白さん、この人が白さんなの。違うね、尻肌って言ったらもう白さんしか思い浮かばなかったわ。なんならちょっとあえて、あ、ごめん、結構間空いてたと思うんだけどなあ、すいません、あの人心配してないかしら。カムロエンペラー、何これ、アーバンリゾート、リゾート、どういうこと、ホテル、あー、ラブホテルですか。あのカムロエンペラー、ステーキ2000グラム、どんだけ食べてんのよ。あの城島ジムリーアデッコ、親切な忍者に助けられた。プラム、ブラム様のライブチケットを落札しちゃった。いろんな話を聞かなきゃいけないっていうのがサブストーリーが、今んとこサブストーリー一切発生してないんですけど、バルハランドは最高です。高級そう。バルハランド、神々がおわす高みじゃないですか。どうしようかな。とりあえず今日はメインストーリーということで事務所戻って終わりにするか。本当はいろいろ探索したいんだけどね。なんかあれでしょ、エビシアで引っ張られてやろう。これメインス、そんなちゃんとやんないと進まないんでしょきっと。あれ反対だな、ん、ちょっと待って、まっすぐ行って、あ、すいません、右、ここ違うね、この辺、ここ不動産だな。あ、これ反対側か。いや、女一人で飲み屋行ったっていいと思いますよ、全然。私もたまに行きます。あんまり行かないけども、最近は。人妻性感マッサージ、内緒のパート始めました。もうね、こういうネーミングがたまらん。ドキドキツーショットなんだこれ、新感覚ヘルス連環の計、何、どういうこと、ここか、違うね、やっぱ向こうか。いや、でもこの辺のはず、この人妻なんとかでし
ここ、あららら、いつの間に、あららららびっくりしたー。自分とこの事務所に戻ろうとしたら、なんでファイティングポーズ取ってんの、あんたたちは。あれ、やっぱりこっちか。ネットカフェも住めば無用。ここがネットカフェでしょ。あれ、じゃあやっぱりこっちか。こっち側行って、おい、すかした顔してんな。うわー、仕方ないんだよ。はい、強い。ったく、時間食っちゃったよ。攻撃を防ぐのはガードでしょ、 L1 知ってますけど、三角跳びはいいよ。あ、ここか、あった、八神探偵事務所、ガールズバールビーズ。なるほど。あ、コメントが反映されてなかったのか。あ、反映されてるね。大丈夫大丈夫、よしよしよし。いやー、このね、ネーミングもまたたまらないですけど、このカムロエンペラの斜め向かいね。そうですかそうですか。あ、ここじゃん、あ、ここ、ここだよね。お、カイトさん。あれ、カイトさん、もう上がってると思ってた。うち帰っても寝るだけだしよ。さっきまで外で飲んでた。なのにここでまた飲んでんの、俺の酒を。で、なんか仕事入ってか。ドラ焼きのおかげでうまくいったよ。刑事事件の証拠集め、それも殺しの。源田事務所でか。最近は民事ばっかやってたろ。刑事は金になんねえって。ただ今回は松金組の山だからね。逮捕されたのは羽村の頭だ。なんだと。事件は例の強霊会のヤクザ殺し、あの目玉えぐられたやつか。なあ、さっき接見に行ってきた。本人が無実だって言って。へえ、そうかい。気乗りはしないだろう。弁護すんのが羽村の頭じゃな。あんたを組から追い出した張本人だ。なんなら今回は俺一人でやってもいい。別に俺は頭に追い出されたわけじゃねえ。てめえで下手打っただけだ。気にすんなよ。お前が受けた仕事だ。俺も乗る。何したい。そっか。休むか。時間帯変更について、ソファーで休むと、あー、昼、夕方、夜の3つ。ストーリークリア後に解放されるプレミアムアドベンチャーでは自由に、あー、一回全部終わらすと、はいはいはい、維新とかでもね、あの好きに遊べたからね、京都の街でね、一回全部終わったらとね。なるほど。ソファーに、このさ、テーブル可愛くない？私もこういうテーブル欲しいな。休む。
ったね。ね、テーブルいいよね、位置ね。あれ？これで今日終わろうと思ったのに。もしもし。新谷だ。今、中道通りまで来てる。ん？ああ。未条例って喫茶店があるな。未条例？そこで待ってる。お前また急な呼び出しだな、新谷先生。文句言うなよ。忙しいのが好きなんだろう。はい、じゃあ今日はこのぐらいにしといてやるかっていう感じでね、また今度時間あるときに続きをやっていこうと思います。見てくれてありがとうございます。また やるときはね、ぜひいらしてください。それでは。